神戸新交通株式会社は、兵庫県神戸市で2つの自動案内機常式、旅客輸送システム路線を運営している、神戸市などの出資による、第3セクター方式の鉄道事業者である。本社は、神戸市中央区港島6丁目6番地のスすると関西で、カードに印字される符号はケースであり、略字は新進行である。日本国内で唯一、 複数の新交通システム路線を運営している。車両基地を除く全線が高架構造で自動列車運転装置による自動無人運転が行われている。路線の面特許上は、軌動法に基づく軌動区間と鉄道事業法に基づく鉄道区間とが混在している。新交通システムの特性上、いずれの車両も急曲線、急勾配及び 自動無人運転に対応できる設計となっており、車輪にゴムタイヤを使用して、高加速、高減速性能を持つ。全車両が川崎重工製であり、特にポートアイランド線では、同社の技術が採用された。当初は公式な形式表記は、K ではなく、型を使用しており、日本の鉄機同事業者では、稀なケースであった。近年では、 2020型登場時のプレスリリースなど、形を使う例が、神戸新交通及び神戸市の公式サイトで見られ、型表記がされていない。なお、そのプレスリリース内の本文では、当初、型表記で登場した2000型や1000型も、形表記となっており、現在の公式な形式表記は不明である。車体側面には、車両番号が付けられており、数字表記のみの1000型を除き、 KNT と表記する。車両番号の付与方法は、1000の位で形式を、100の位で号車番号を、10並びに1の位で編成番号を示す。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。ポートアイランド線の南公園駅、中府島駅、北府島駅は、運賃計算上、港島駅と同一とみなされているほか、港島駅を経由する。 定期券に関しても、南公園駅、中府島駅、北府島駅でも、乗降可能である。中公園駅、市民広場駅発着の運賃についても、港島駅発着とみなして計算した場合の、運賃と比較して安い方となっている。三宮駅から環状線を経由して、三宮駅に戻ってくると運賃は250円となる。2006年2月1日までは、 ポートアイランド、六甲アイランド両線とも240円均一となっていた。ポートアイランド線が神戸空港まで延伸された翌2日から両線とも距離制に改定されたが、その際は既存区間が値上げにならないように配慮された。この結果近距離では値下げとなった。交通系 IC カードは全国総合利用対応カードが利用できる。神戸新交通でもアイコカを販売しているが、 それは、大人用のみの上に一部の駅の券売機での販売に止まっている。また自社内において、愛子家定期券は取り扱っていない。2019年3月1日に、阪急電鉄、阪神電気鉄道、野瀬電鉄、北大阪急行電鉄が愛子家及び、愛子家定期券の販売を開始して、以降は、愛子家を取り扱う関西の鉄道事業者では唯一。 アイコカ定期券を販売しない鉄道事業者となった。また2020年4月1日からはアイコカにおいて利用した際にチャージ額の一部を還元するサービスを開始している。2017年3月31日まで発売していたスルッと関西対応カードは神戸市交通局と同じスルッと関西神戸カードだった。また、好調な利用状況から 2017年4月1日には、全線の通学定期運賃を約2割値下げするなども行われている。など、累積損失の解消を目的に、2015年度に240億円から1億円への減資を行った。資本金から常用金への振り替えを行ったことにより、財務内容は改善。もともと単年度収支では、毎年黒字を計上していたが、 近年ポートアイランド内の企業進出等の影響で乗車人員が大幅に上昇するなど過去最高の乗車人員を毎年更新し続けるほどであり健全な経営状態と言える。なお、原始前の2014年度決算時点の累積赤字はおよそ201億円強に上っており、これは2006年度決算段階で見れば神戸市の外郭団体の中で最も大きな 累積赤字額であった。2014年度以降、労働組合の役員一人が会社の承認を得ず職場を離れて組合活動をする闇占住が行われていたことが判明。発覚した2018年には役員の降格人事を行った。2019年3月、市議会の指摘により、社内で周知されていない特別貸付制度を利用して、 特定の社員に2000万円超の資金が貸し付けられていたことが発覚。貸付金は返還されたが、久本木造市長は、神戸新交通の財務に疑義があるとして、神戸市監査委員に対し地方自治法に基づく監査を要求した。ありがとうございます。